はい、じゃあ続きやっていきます。今回でパート2ですね。ロードします。突然のノックとともに私の研究室を訪ねてきた少女、名前はマホーネというらしい。昔の教え子であるジョバンニとともに追ってから逃げてきたというのだが、一体彼女は何者だろうか。手紙に記されたラビリンスシティという街についても謎が深まるばかりだ。セーブデータをね、ロードするたんびに、これまでのね、あらすじを簡単にね、出してくれるんですね。まあ、親切。研究室の調査から始まりますね。お、早速なんかありますね。なんかピカピカ、虫眼鏡が光る部分は、これは、多分、ひらめきコインがあるっていうことですね。なるほど。また、街の、夜景が見える窓になんかありますね。ここから窓の下を見た限りでは、追っ手の気配はないようだ。もう一回できるな。この天候です。追っ手の人も諦めてくれるといいんですが。あ、で、セリフがなくなると、もう反応しなくなるんだね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あ、また、ひらめきコインだ。この化石もなんかまた下りがありますね。この化石を見せたら多少は気が紛れないでしょうか。残念ながら、マホーネさんはあまり化石に興味はないようだ。まあ、化石にね、こんなおかしな化石だったら若干興味あるかもしれませんけどね。とりあえずはソファーに座って落ち着いてもらおうか。かなり疲れてるみたいですし、ここで休んでもらいましょう。紅茶を進めてみましょうか。あ、お湯を沸かさないと。紅茶の香りにはリラックス効果があるからね。こうなんか、ルークとレイトン教授のやりとりが、チラチラっと見えるんですね。こういうところで。もうないかな、この研究室はね。じゃあ、マホーネさんに話しかけますか。あ、申し訳ありません。お騒がせしてしまって。いえ、気にしないでください。よろしければもう少し詳しくお話を聞かせてもらえませんか？事情がわからないままではあなたを守ることもできませんからね。私を守る？あなたには大変な危険が迫っている。私はそう考えています。困っている女性を助けるのは当然のことです。英国紳士としてはね。この英国紳士としてはねっていうのはいつも出てくるフレーズですよね。あ、ありがとうございます。どうやらあなたは追われているようですが、手紙に書いてある奴らというのは誰のことでしょうか？すごい大事そうにこのマホーネさんね、緑の本を抱えてるよね。超分厚い。魔女です。魔女ですか。はい。魔女はとても恐ろしい存在なんです。ジョバンニさんも懸命に魔女から私を守ろうとしてくれました。でも、あの目からは逃げられなかった。だからあんなことに。ここも気づかれてしまったら、もしかしたらあなたたちも、やっぱり私、ここへ来るべきではなかったのかもしれませんね。マホーネさん。あ、大丈夫です。心配はいりませんよ。え？私たちも決して油断はしません。はい、大丈夫です。厳重に鍵をかけましたから。ありがとうございます。マホーネさん、話の続きなのですが。は、はい。あなたが住んでいる町、ラビリンスシティというのですね。ええ、そうですけど。どうかしましたか、マホーネさん。ここは、ラビリンスシティですよね。いいえ、ここはイギリスのロンドンですよ。イギリス？ロンドン？それは一体何ですか？え？まさか、もしかして、知らないんですか？イギリスを。ええ、ラビリンスシティにそんな名前の場所があるなんて。あ、大丈夫ですか？マホーネさん。いや、ルーク、彼女は本当に知らないようだ。マホーネさん、あなたがいたラビリンスシティですが、残念ながら私たちは聞いたことがないようです。とんでもない箱入り娘だったんですね、このマホーネさん。一体それはどこにあるのですか？はい。ラビリンスシティのことならば、この本に全て書かれています。差し出したね、ついに本を。全て？なんだか見たことのない綺麗なデザインの本ですね。
マホーネさん、その本見せていただけますか。はい。500ページぐらいありそうですね。おっとっとっと。もう完全に魔法の世界じゃないですか、今回ね。もうトリックも何もないでしょ、今の本。目の錯覚でしょうか。文字が動いたような気が。いや、ルーク。私にもそう見えたよ。こっちに町の挿絵がありますね。これがラビリンスシティですか。はい、そうです。一見普通の町に見えますけどね、ラビリンスシティの挿絵が。これが随分と古い町並みですね、先生。そうだね、ルーク、私も見たことのない町だ。ここが私の住んでいる町です。つまりあなたを追ってきた魔女もここから来たのですね。はい。全然なんかね、普通のモンスターとかも浮遊しない街っぽいけどね。マホーネさん、この本は一体何なのでしょうか。よほど大事なものであるようですが。これはラビリンシア。さっきも言いましたが、この本には街のすべてが書かれています。すべての物語が。街の物語？すべてということは魔女のことも書かれているのですか。はい、魔女のこと、町で起こった事件のこと、町に住んでいるみんなのこと、これまで起こったことが全部物語として書かれているんです。そして町でこれから起こることも。え、何ですか。なんだかとても奇妙な本ですね。出た、深まる謎。あ、これ毎回毎回人物像ってわけじゃないんだね、ここに出てくるのが。ほうほうほう、じゃあタッチしてみましょうか。謎の街ラビリンスシティ、ラビリンシアという本の中に描かれているラビリンスシティはレイトンたちが見たこともない古い街だった。魔法ネはここから来たのだと言っているが、ラビリンスシティで起きる全ての出来事はあの本の中に書かれているらしい。それを魔法ネさんは物語と呼んでいたね。うんうんうん。先生、これって不思議な話ですよね。ジョバンニさんの手紙も本のことも。僕にはマホーネさんが嘘をついてるようには見えません。でも魔女が追ってくるなんて本当にありえるんでしょうか。あのモンスターみたいなね、目がクッパーなってる5匹ぐらいいたよね。パート1の最初のオープニング動画で出てましたけどね。にわかに信じがたいが、実に興味深いね。あれ、君、雨宿りに来たの？ダメです！え？あ！おっと？おお、出た。ハドネルーファー。待て。うわ。鳩に化けてたなんてちょっとやらしいね。カラスとかじゃないと。先生、魔法ネさんが。ああ、油断していた。まさかあんな形で侵入されるとは。油断はしませんとか言って早速油断しちゃいましたか。守ると約束しておきながら、なんということだ。あいつが魔法ネさんの言っていた魔女なんでしょうか。はっきりとは言えないが、それらしき人物には見えたね。
なんか手の甲がめっちゃ光ってたよね、走行されててね。まだわからない。だが目の前で信じがたい不思議な現象が起きたのは事実だ。ルーク、私はこれから魔法姉さんを助けに行く。その間に君は。僕も行きますよ先生。ダメと言ってもついていきます。僕は先生の一番弟子なんですからね。分かったよルーク、一緒に行こう。まあこの二人はペアですからね、離れることはないでしょう。はい、重要なものはカバンの中に入れましたし、準備もできていますよ。ありがとう。私たちが今までに遭遇した重大な謎や調査を進めて分かったことは全部カバンに入れていくことになる。カバンは左下のメニューをタッチすることで開けるよ。状況を振り返りたいときはカバンの中の物語や深まる謎を確認してみよう。ほうほうほう、オッケーオッケー。早いね、現れるのが。タッチ。ロンドンに現れた魔女レイトンの研究室を襲撃し、魔法姉を連れ去った魔女は夜のロンドンに飛び去っていってしまった。あの不思議な力が魔法だというのだろうか。まさか目の前で魔法姉さんを連れて行かれてしまうとは、何たる失態だ。彼女を助けなければいけませんと。研究室からも出るのかな。そろそろ準備はいいね。テムズ川の方角へ向かったはずだ。追いかけて魔法姉さんを助け出そう。はい先生。綺麗なロンドン風景ですね。はぁ、あ、はぁ、あ、見つかりませんね先生。見失ってしまったみたいです。ああそのようだね。だがこちらの方角に向かったのは確かなはずだ。魔法姉さんをさらった魔女の姿を誰か目撃しているかもしれない。わかりました、聞き込みですね。あれ、あそこにいるのって。一体どうなっとるんだ、さっぱりわからんぞ。はい、お手上げであります。バートン、少しはお前も考えてみろ。了解であります。チェルニー警部にバートン巡査です。どうしてあの二人がここに。ずいぶん物々しい雰囲気だが、どうやら何かあったようだね。もしかするとさっき見失った魔女に関係があるかもしれない。話を聞いてみようルーク。はい、わかりました先生。もうこんな近くにいるんだ。ちょっと話しかける前に。ロマンチックな広場ですね。警部にはちょっと似合いませんけど。ここはテムズ川とタワーブリッジを一望できる人気スポットだ。もう完全にデートスポットでしょうね。この広場周辺にはあいつや魔法姉さんの姿はありませんね。きらめきコインを発見。今どこが光った？大きな客船ですね。あいつが逃げ込んだ可能性はないでしょうか。客船は人目も多い。魔法姉さんを連れて乗り込むのは難しいだろう。優雅なテムズ川クルーズは事件解決までお預けですね。何の目的で今回、あ、そっか、ロンドンはもともと研究室があるから、レイトン教授とあの子たちが一緒にいるんだね。どこだ今光ったの。今ピカッて光ったよね。ここか。ひらめきコインを発見。テムズ川とタラーブリッジ、ここから見る限り異常はなさそうだ。こんなことが起きていなければほっとする景色なんですが。向こう側のロンドン塔と合わせるために塔、橋も塔の形をしているんだ。そうだよね、橋がこんな形なんてなかなか珍しい。ひらめきコイン、1画面につきだいたい3枚ぐらい置いてあるのかな。調査をするたびにね。じゃあそろそろ話しかけましょうか。こら、勝手に現場に入るんじゃない。スコットランドヤード関係者以外は立ち入り禁止。ん？なんだレイト君、君たちか。お久しぶりですチェルミー警部。何か事件でも。いや、事件というより事故だ。向こうで車が大破しやがった。車が大破、それは大変ですね。しかしただの事故ならばスコットランドヤードの警部が出るまでもないはず。何か変わった点でもありましたか。まったく君は相変わらず細かいことに気がつくな。変わった点どころじゃないであります。こんな不思議な事故を見たことも聞いたこともないであります。
おい、バートン、俺に断りなく勝手に話すんじゃない。了解であります。不思議な事故、一体何があったのですか。ふん、そんなことはどうでもよかろう。事件を解決するのは我々警察の役目だ。もしかしたら私にもお手伝いできることがあるかもしれませんよ。何を言ってるのかね、この俺ですら事件の全貌が見えておらんのだ。そう簡単に手がかりなんぞつかめるはずもない。本当に全くつかめんじゃないので、助けてほしいくらいであります。こら、バートン、だから勝手に頼むんじゃない。了解であります。ん、待てよ、そうか、そうだな。おい、レイトン君。なんでしょう、警部。まあ、その、なんだ、そんなに気になるんなら言ってみるといい。急に態度が変わりましたね。まあ、まあいいじゃないか、ルーク。ええ、わかりました。事故が起きたのはこの先ですか。ああ、そうだ。公園の中だ、ひょっとすると行き方がわからんかね。この公園、開いてありますから、迷っても仕方ないであります。ふん、仕方ないな。一度しか言わんぞ。よく聞いておけ。違う場所に行きたいときは右下の移動をタッチするのだ。これをタッチすると調査モードから移動モードに切り替えることができる。君たちが行ける場所は赤いマークが置かれている場所だ。マーカーの上に立ったら右下の調査をタッチした前、調査モードに入るぞ。ちなみにマーカーが置かれている場所ならどこにでも行くことができる。一度のタッチで遠くまで進めるからこれから便利になるはずだ。なるほど。地図を見て行きたい場所にタッチということですね、警部。ああ、そうだ。分かったらとっとと行きたまえ。ただし何か分かったらちゃんと俺に報告するんだぞ。ぜひ頑張ってほしいであります。先生、不思議な事故ってもしかして。ああ、我々が追っていることにも何か関係がありそうだね。事故現場に行ってみよう、ルーク。手がかりがあるかもしれない。はい。よし、あとは奴らからの報告を受ければこの事件はなんとかなるだろう。他にも事件は山積みなんだ。使えるものは使わないとな。やらしい。公園事故現場が移動先に追加されました。タッチして移動しよう。オッケー。あ、謎だ。事件であります。はい、大事件ですね、バートンさん。事故に遭った人がかわいそうです。バラバラになったのであります。お昼に食べるはずだったハンバーガーの具がバラバラであります。事件であります。なんだ、事件ってハンバーガーのことだったんですね。メモを取り出しても気づけばハンバーガーばかり書いているであります。おかげで調査に専念できないのであります。それは困りましたね。僕に任せておいてください。すぐに元通りにしてあげますよ。セリフが結構多いですね。パズル謎02、バートンバーガー。この謎のひらめき数は30分の30ピカラットです。はい、じゃあ謎に入ったんで、ディスプレイの表示というかね、動画の表示切り替えます。ポチッとな。事件の捜査には欠かせないとっておきのスコットランドバーガーが出勤の途中でバラバラになってしまったのであります。これでは捜査が進まないであります。具材がきっちり隙間なくパンの上に並んで、ケチャップの線もきれいにつながるようにしてほしいのであります。下画面の具材の中央付近をタッチしながらスライドすることで移動する、させることができます。すべての具材をうまく枠の中に収めてハンバーガーを完成させましょう。パズルゲームですね。ほう。これ回転はできないんだろうな、きっとな。回転はしないのであれば、そこまで苦戦することはないでしょう。ねえ。パパッとやっちゃいますよ、パパッとね。パパッとできるのかな？これ回転できないのかな？回転せずにこれできんの？ちゃんと。ヒント。使いたくない。あまりヒントコイン使いたくないな。パパッとね、スムーズに進んでしまいますからね、エデンさんはね。こんなん無理じゃね？
この形のままちゃんと収まるのこれ。むず。ケチャップの線もきれいにつながるようにしてほしいのであります。あー、ケチャップの線がヒントなのか。なるほどね。でも、どうすんだろう、これ。なんかいい感じじゃない？これ。これいい感じじゃない？これいい感じじゃないですか？起きた！これケチャップの線なかったらやばかったな。僕の出番ですね。やったね。次も僕に解かせてくださいね。大正解。うほほほほ。もう早速ね、二つ目の謎から超グダグダモードに入ってしまうかと思いましたよ。正解、助かったであります。これで操作も順調にごっくり。イエー。ハンバーガーが元に戻ったであります。これで調査に専念できますね。できるであります。ハンバーガーに専念ではなくて調査に専念するであります。もぐもぐ。チェルミー警部にどやされないように気をつけてくださいね。オッケー。もぐもぐ、もぐ、もぐもぐ。バートンさん。多分この調子はずっと変わらないんだろうな。セリフ変わらないよね。オッケーオッケー。はいはいはい。おじさん。チェルミー刑事。やれやれ、ここ最近立て続けに、気な臭い事件が起きとるな。他にも何かあったんですか？なんだ小僧、新聞も読んどらんのか。ロンドンを騒がせている事件があるだろうに。小僧じゃありません、ルークです。新聞は後で読みます。うん、この事故とは関係のないものだがね。とにかくスコットランドヤードの連中は今、大忙しなんだ。本来ならこんなことに構っている状況ではないのだよ。どうやら警部たちは他の事件も抱えて忙しくしているようだ。魔法姉さんの件は僕たちだけで追った方が良さそうですね。こうも立て続けに妙な事件を起こされてはたまったものではないよ、まったく。多分もうここはセリフ変わらないかな。うん、うん、うん。よし！じゃあ、次の、マップに移動ですね。事故現場の公園へ行こう。チェルミー警部が公園で奇妙な事故が起きたと教えてくれた。事故現場の公園へ行ってみよう。はい、ここですね。あ、隠された謎とかひらめきコインとか、残りの数が、こう、表示されるんだね。次は公園事故現場です。不思議な事故が起きた公園内。いつもは住民の憩いの場だが？はい。というわけでですね、そろそろいい時間になったので、今回はここまでにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。さよなら。バイバイ。